さっき動画を撮ってたんだけど消えちゃいましたので、アイスの動画を撮ります。よく美味しいですか？はい、はい、よかったです。私が作りました。朝早く起きて、ここはカットしないとね。はい、やりまーす。はい、おいで。はい、はい、わー、クドッキン、パーマーもちみ、卵と砂糖と牛乳だけで作ったアイスを辻ちゃんが紹介していたので、もうあらかめんやったまた作ってみました。あらあらあら、お姉ちゃんそろそろ食べないってこと。今食べてます。いや、ご飯じゃなくてアイス。あ、あ、どんな感じかは10個ぐらいも言って、ちょっと先に食べてみて。もう切るからすぐ。おいしい。本当に美味しい。ミルクの味して、ちょっと焼き鳥のやつ奥にしたら、お肉の味して、お肉の味お肉の味して、お肉の味ですか？あ、美味しい。何それ、どういう美味しいさ。ミルク、ミルクキャンディーみたいな、ね、まさかね。ミルクのあれ、ミルクの味する、ミルクって感じ。ミルキーはママの味。あ、そんな感じ。ほんと？ほんと。結構甘い？うん、甘い、甘々、甘々。硬いですけど美味しいです。うん、ミルキー、うん、ミルキーみたいな。うん、ミルキーよりつぶって、ミルキーにちょっとだけ辛めに入れちゃうのかな。つぶって、アイスキャンディー、つぶって、つぶって、シャーベットっぽい。うん、ましんだ、しまった、あは。でもね、食べてくうちにね、あれ色的にはスーパーカップだけど全く違う。うん、ミルクっぽくて美味しい。休憩して。ミルクっていうか、まあ牛乳だけどね。ではどんぐらい食べたの見せて。全然見えない。これ全然減ってないじゃん。美味しすぎてちょびちょびって食べたね。そうなん。今度は何を作ろうか。決まった。焼き鳥、この焼き鳥すっごい美味しかった。決まった。あと10分あるので。え？20分入ってる。決まった。じゃあ明日の朝でも焼いて。朝から焼き鳥は行かないけど。だって美味しいんだもん。毎日ね、朝ごはんは パンでいいとしてさ、夜はご飯でさ、昼が困るんだよね。昼は食いやって。え、焼き鳥だけ？たこ焼き、たこ焼き、たこ焼きしようかな。土曜日じゃない、日曜日とかだったらさ、たこ焼き朝やったら父食べれ、食べさせてあげられるよ。みんなが焼いてあげれば、うん、残ったのみんなで食べればいいじゃん。うん、じゃあ日曜日たこ焼きにしようかな。朝からたこ焼き。なんか変だね。昼は何がいいのかわかんない。で、明日の昼ご飯何食べたい？明日の昼ご飯、醤油ラーメンでいいかい？違う違う、醤油食べてないの。ご飯、ご飯かい。ご飯、夜はね、明日マグロにしようかなと思って。マグロあるから。レオがいない。レオくん、ごちそうさまなの？母は下手だと思います。ありがとう。じゃあちょっとごちそうさま、もう一回しといて、そこにバイバイしといて。今日はちょっと動画撮れてなかったから、デザートのアイスの動画だけごめんなさい。はい、はい。